駅ホームを和道黒谷方面から望む。向かって右が駅舎1番線。左下にかつて下り本線から3番線へと分岐していた天鉄機きの名残が見て取れる。大野原駅は埼玉県秩父市大野原にある秩父鉄道秩父本線の駅である。単式ホーム、島式ホーム2面3線を有する地上駅。業務委託駅である。駅舎は 西側の1番線側にあり、2番線とかつての3番線の島式ホームには、校内踏切により連絡している。3番線にあたる線路は、現在、下り本線から分岐していた箇所と合流していた箇所で、途切れており、列車が発着することはできない。駅係員勤務時間は、平日7時20時、土休日は7時19時となっている。便所は、改札内にあり、 多目的トイレ併設の推薦式便所。かつて、本駅より、秩父セメント秩父第二工場への石灰石、輸送用郊外側線が付設されていた。同側線は、電気機関車が貨物車両を押し出す構造であったため、本駅で入れ替え作業が行われていた。なお、同工場に隣接する、武州原屋駅では、現在も石灰石貨物輸送が行われている。 近年の乗車、降車人員の推移は、下表の通りである。ありがとうございます。